市長シマトということで始まりました。この動画ではですね、シマトの素敵なお店を愉快に紹介していく番組でございます。最後までお付き合いください。私高知でお笑い芸人やってます、アツカンドラゴンの小田地と申します。よろしくお願いいたします。さあ本日のお店がこちらです。麺屋タンタン。ズバリ何のお店か教えてください。担々麺。担々麺の、はい、その担々ですね。そうです。麺屋担々、はい、担々麺が看板メニューですね。はい、はい、ご夫婦でずっとやられてるんですか。はい、結婚して何年ですか。結婚して14年。おー、うまく2人が仲良く入れるコツってあるんですかね。お互いの忍耐じゃないですか。忍耐。そうなんですね。はい、多分、はい、こっちの方が我慢が多い2人の愛の結晶ともいえる担々麺をですね、早速食べさせていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。辛さがいろいろ選べるみたいですけど、はい、どれぐらいが数字は3でやってるんですけど、はい、辛いのが好きでしたら、うん、だんだん数字を上げていく。結構どうですか、皆さん辛いのを頼まれます。大体5が数字多いかもしれない。5で6からになるとまた辛子が辛い辛子になる。あ、なるほど。辛いのがそんなに得意ではないので、はい、3と5の間で4でいただきます。はい、お願いします。はい、厨房で働いてるにしてはちょっと着込みすぎてますね。はい、いやすいません、とんでもないです。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。これあとレンゲがでかい。うまそうな香りがしてますよ。うん、うまっ。絶妙。もう汗が出てきた一口で。いや、あの麺が太くてこうもっちもちで食べ応えあっていいですね。これね、食感がたまらないですね。で結構スープはサラサラ系というか、そうさっぱりしてるような口当たりだけど、しっかり味が濃厚で、うまみの中にアクセント的にこう辛みがしっかりある。うまい。でっかいレンゲが食べやすい。やはりこの夫婦の忍耐を感じますよね。この忍耐強く研究してきた成果がここに詰まってます。夫婦の愛担々麺です。スタッフの方がもう辛いもの好きということで、10だいぶ色が違う。赤さがちょっとすごいな。ちょっと香り嗅いでるだけで辛いのが分かります。しっかり辛い。これはしっかり辛い。辛い。僕は辛いのがそんなに得意ではないと言ったはずだ。あ、でも美味しい。すごく美味しい。美味しい辛さですね。まあ、僕はこっちでいいですけど。はい。ありがとうございます。これもスタッフさんが美味しくいただいてください。これ入れたくなりますよね、絶対ね。そうですね。こんな感じでご飯も入れて食べる。入れて食べる方と、あと割と辛いのだと上にご飯に乗せて食べる。うん、ああ、うわ、最高だこれ。麺食い終わってちょうど入れて、スープの感じと量がマッチしてますね、ご飯。さすが。うわ、うまっ。うまっ。なんか唐辛子がマイルドですよね、結構。マイルドですね、はい。辛さ、角がないというか、なんかこだわりがあるんですよ。韓国唐辛子が甘い唐辛子なので、韓国唐辛子ですか。そうです、はい。辛い辛いとは言いながらも、そのキーキーになる辛さじゃなくて、ね、心地いい辛さで、はい、マイルドな辛さ。すごい。でも汗がすごい出てくるんですよ。汗がすごい辛くないんだけどって、皆さん食べて全然辛くないんだよって言いながら、汗すごい。辛いやつじゃなくてもね、はい、あるんですよね。そうですね、他のラーメンも、はい、あの鶏出汁の醤油と塩、ハチキン地鶏のマルドっていうスープと。なるほど。ここメニュー厳選されてくる一つ一つのこだわりが結構すごいですね。タンタンスご謙遜。この担々麺はよそにはない担々麺なので、ごまとかも使ってなく塩味の担々麺なので、気になる方はぜひご来店ください。お待ちしてます。
はい、止めどなく溢れ出す汗とこの魅力がですね、皆様に伝わればいいなと思います。この素敵な麺屋タンタンさんでも使える四万十六商店街共通商品券が当たる企画をやってます。概要欄の URL から今から出すクイズにお答えいただきましてチャレンジしてください。それではクイズをお願いします。私たちの夫婦が、長く続いている秘訣は何でしょうか。そして12月25日、天神橋商店街で、あるイベント、クリスマスイベントも、合わせてチェックしていただきたいと思います。イベント名はクリスマスでは天神橋で会いましょうです、ね、よろしくお願いいたします。今日は本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。ご来店お待ちしてます。